やるがんリターンズ。ここからが私の腕の見せ所ですよ。私のスコープの前に立つのが悪いのです。ターゲットの名前はモテすぎ天蔵、今まで異性と付き合った経験なしと。そんなあなたを私のこの手で幸せにして差し上げます。覚悟してください、天蔵様。私です。私はアタコと申します。キューピッドをやっております。そうです、人間に愛を運ぶ天使です。見習いですが。天使学校3年生の卒業試験は先生から指定された人間にモテ器を与えることなのです。3年生である私は天蔵様を指定されましたので、あなたに愛の矢を放ったのです。矢を放つのは在学中に嫌というほど訓練させられているので、卒業試験といってもとても簡単なことなのですが、私間違えて大量連射してしまい、天蔵様を必要以上にモテてしまう状態に陥れてしまいました。それが人生でたった一度のモテ日で、明日から永遠に彼女ができなくなってもですか？
敵を作るのですが、その時使用するのは一矢なのです。それなのに16矢も当てちゃったから、今日たっぷりモテてモテて困っちゃう MMK になってしまった後、生涯そんな日はもう来ないんです。悔しいけど言い返せません。ごめんなさい。そして助けてください。アタコ、このことが学校にバレると正規の天使になれないどころか落第の上すごいことされちゃいます。だから天道様、この機会を利用して死んでも彼女を作ってください。自然だと思っているそれは私たち天使のおかげなんですよ。だけど天道様、さっきも申しましたように、あなたは今日を逃すと、だけでなく同性動物からも恋愛感情を持たれることは生涯ありません。標的の女の子がアンってなる場所に向かってバキューンと放出してください。そうこうしているうちに告白が成功してお互いの気持ちが一つになれば二人は結ばれます。つまりは告白されて OK するか、告白して OK をもらえばいいわけなのですよ。優柔不断で目移りも多そうですもんね。ちなみにタイムリミットは今日の夕方までです。それ以降はただのモテない男になってしまいます。それともう一つ、精神力という天道様が誰かを思う心がなくなってしまわないようにしてください。それがなくなってしまうと、その時とどめを刺された標的以外の女の子と結ばれちゃうこともありますよ。はい、そうです。それでは誰かを選ぶ前にもっと天道様のことを教えていただけますか。勉強についての質問をします。勉強は好きですか。おお、即答ですか。では家で何時間勉強してます。すごい、家ではほとんど勉強ですか。はあ、逆に心配。運動についての質問をします。足は速い方ですか。すごい自信です。では 100m 何秒で走れます。すごい、すごすぎます。世界新記録です。それではおしゃれについての質問をします。ファ
ッションは気にする方ですか？言い切りましたね。では下着は毎日変えてますか？変えすぎです。ものすごいおしゃれです。それではエッチについての質問をします。ベッドの下にいかがわしい本を隠してますね。あんまりですか。では何冊お持ちですか？またしてもだんまりですか。なるほどなるほど、天蔵様の人となりを把握いたしました。そういう方でしたのですね。それでは天蔵様、このパタコに誰に告白するのか教えてくださいませ。告白する人を選んでください。了解です。それでは私の卒業と天蔵様のためにちょわーっと行きましょう。どちらも大事ですよ。大丈夫です。本当にここから先女の子が次々と天蔵様に向かってくるでしょう。その子たちを見つめてフェロモンショットでバキューンと昇天させるのです。フェロモンショットは使い方に気をつけてくださいね。ご心配なく、私は天蔵様にしか姿が見えないようにしておりますです。それでは参りましょう。スタートです。
私でき、なんですか、そこだね。先輩が好きならちっこくてもいいや。よいしょっと。お、今日の僕はこんなところで油売ってる暇はないんだった。放課後屋上でライブをやるんだ。ラブハーツの記念すべき1回目のライブなんだぜ。先輩にも言ったじゃん、覚えてねえの。うん、ちょっとだけ。いえ、葵さんは正しいと思います。そんな目で睨んでもダメですよ。あたこは負けませんよ。じゃあな先輩、僕これからやることたくさんあるから。誰と喋ってるの？やっぱ先輩人類の一歩先を行ってるぜ。感心してますよ。変な子ですね。してくださいな。こう見えても私天使ですから。では
あたこのターンですよ。モテモテオーラが効かないなら効く状況にすればいいのです。いきますよ、ドキドキフィールド展開。うわ、なんだこりゃ。なんだここ、敵か、敵なのか。よくわかんないけど、僕急いでっから。じゃあ、そりゃあった方が。って先輩、手伝ってくれるってこと？やっ、マジ助かるよ。先輩がそんなに僕のライブのことを気にしてくれてたなんて嬉しいぜ。じゃあ後で僕の教室来てね。なるほど、彼女は音楽のことで頭がいっぱいなんですね。ガーディアンとはその人の心が作った守護するようなものと思ってください。ガーディアンに対抗するためには天蔵様は男を高め、モテオーラをパワーアップさせるのです。パワーアップすればガーディアンを打ち破ることができます。というわけで、葵さんを彼女にするために天蔵様は精進あるのみです。立ってリングに向かうのです。
し相性が悪いようですね。頑張ってください。
しんだって時もそうだったけど、今回も助けてよ。今日ライブじゃん？だけどまだ歌詞ができてない曲があるんだ。一緒に考えてもらっていいかな？なんか引っかかってうまく作れないんだ。すぎて何をどうしたらいいのかみたいな。そうかも。サンキュー。やっぱ先輩は頼りになるぜ。あんじゃ音楽室で。成績悪そうですもんね。そんなことありません。さあ無駄口叩いてないでさっさと音楽室に向かいますよ。見つかってしまいました。対処しましょう。
私何どこか気に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 やめそんなそんなに真剣にさだらしないぞ。先輩、こっちこっち。ラブソングなんだ。だけど歌詞がうまくいかなくて。先輩モテモテだから、モテモテなイケてるロックな歌詞作れるだろ。無理なの。やった。じゃあ頼むよ。あつか先輩、普段どんなの聞いてんの？はあ、なんかかっこいいね。ういこれ。よく見てよ、ぶっ殺すくらい愛してるって書いてんじゃん。僕はそういうのがいいと思ってんだけど、アイデンティティを見失ってんのかもしれない。どんなのが合うかな。おお、なんか心理を突かれた気がする。素直か。素直。OK、 腰抜かしてくれよ。最高な歌詞を考えてくれよな。行くぜ。はい。目と目が合って。おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。だてほらこんなに。おお、それ最高じゃん。じゃあ次。
行くぜ。はい。転がるこのまま、ラブハートくっつけたい。おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。今すぐ裸の夫婦抱きしめて。おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。君のこと。おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。今すぐ抱きしめて。おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。君のこと。おお、それ最高じゃん。先輩のおかげでなんとか完成したぜ。サンキューな。すげえ、グレートだぜ。神、神降臨。やった、できた。ヤッホー、サンキューだ先輩。これでライブも開催できるよ。何それ先輩、お笑いタレントの真似。うん、屋上でするんだ。あ、そうだ先輩、屋上のステージもうできてんだ。見せたいから来てよ。先行って待ってる。じゃあ。好きでもなければ嫌いでもない、そんなところでしょうか。やるな。